よく見るとタイヤがありません。ホイールがむき出しの状態で走っていたのです。これは今月14日の早朝、千葉県内を走る国道で撮影された危険運転の映像です。これで走っちゃうとすごいね。走り出す時も音を立ててホイールが空回りして再び火花を散らします。ふらふらと左右に揺れ、まともに走るのも難しいと思いますが、この状態のまま猛スピードで20分以上も走り続けたという車、後ろを走っていた動画の撮影者は恐怖を感じたといいます。思いっきり分離帯に突っ込みそうなことが何回かあったので、あとの残りのタイヤも飛んでくるんじゃないかっていう、怖さがありましたね。異常を知らせようと何度もクラクションを鳴らしましたが、運転手の反応は予想外のものだったといいます。30歳から40歳ぐらい。